にちは、やゆです。けんです。なやとです。ふくらです。トライアンドエラです。今日はかっこよくしてもらいます、はい、よろしくお願いします。お願いします。こんにちは、リップス表参道の仲間です。今日は大人気だったスタイルをちょっと再現していこうと思います。お願いします。お願いします。こんにちは、イタルです。僕はこのスタイルを、作っていきます。めちゃめちゃ人気のスタイルなんで、かっこよく作っていきます。よろしくお願いします。お願いします。こんにちは、リップス表参道店のセリホです。今日はみんなで大好評だったボンバロールに行きたいと思います。この子に大人気です。やってきます。表参道店スタイリストの小山です。今日はこのスタイルやっていきます。はい、お願いします。アイロン通していきます。はい、アイロンは基本縦に入れていきます。縦に、はい、これは縦にちょっとね、一定方向というより若干こういろんな方向にこう動くように、いろんな方向に、例えば今だとちょっと左の方に向くものと、はい、右に若干こう向くもの、ちょっと若干交互にこう入れてあげるような感じしてあげると、しかも縦目にね。やばい、この動画欲しい。今回はかき上げのショートウールスタイルでいくんで、基本的に襟足はちょっと押さえつつ、気持ち軽く外跳ねになるようにアイロンをちょっと細かく入れていきます。サイドに関しては潰しつつリバース、後ろに流れるように跳ねさせてあげます。全部の束に綺麗に通しすぎず、若干熱が通ってないとこがあったりなかったり、若干こうランダムに通してあげるのがポイントです。それによって程よい無造作感が生まれるので、甘いアイロンで形を作らすぎず、細かくランダムに入れていってあげます。全体的に波打ちで入れていきます。波波今8割ちくわの波打ちをうまく入れるポイントは、この熱が通ってる状態で髪を伸ばしたりとかすると、せっかく波で入れたのにここがこう伸ばすと熱が通った状態でこのままで冷えるとまっすぐになっちゃうから、こうやったらこっちで持つ、わかります？まっすぐにならないようにここでこう持つ。よく見ると一番下の髪が意外と自分の流したい方向にほんとうっすら一線だけ流してやって、その上の髪が、無造作に動いてるんで、流したい方向にアイロンを入れていく感じで、普通に一線目は薄く、そうです、めっちゃ薄めに、おでこが出ない程度にみたいなイメージでやってもらって、はい、でその上の2線目、このスタイルは、無造作の髪の毛になるので、ねじってもらってそこにスパイラルを入れるのがポイントで、これをほぐすと全部が無造作に動いて均等ではない動きになるっていうので作ってます。ワックスなんだけど、はい、これは必須よ、必須、銀、これにヘングちょっとこう癖でパサつきやすいから乾燥棒なんですよね。そんなあなたはグロス。これは本当に命です。根元というよりは中間毛先をイメージする。中間毛先、中間毛先をイメージ、一番上げたいのはここ、ここ一番上がるようにしてあげて、徐々に降りていくような感じ、徐々に降りて、徐々に降りていく感じで、この流れが作れたら今度は2段目、モヒカン、モヒカンラインをほぐしていきます。ここがやっぱり一番ボリュームが出てほしいので、これが作れないよ、束をつなげながら、あとはここの軸ができたら、この部分、この部分の毛束をちょっとこうね前に向けてあげて、こう難しいですね、締まるような感じでできにくくて、今日は L14 フリーハードワックスを、使っていきます。
今回ショートウルフのスタイルなんで、襟足は首に沿わせるようにグッと押さえて潰しつつ外に跳ねさせてあげます。サイドは後ろに毛流れができるように、リバース感を細かく毛束を割いて、入れていきます。この時に束が太いよりは結構細く細かい方が、軽さとエアリー感が出るので、結構細かみに毛束を、割いて散らしていきます。こっちじゃなくってこう丸めたこの中にピンをこう刺して隠すっていうイメージで、このピンを開かずにこの短い方をこうなってるここの毛をすくうようにこう取ったら、そのまんま頭皮に沿わせるような感じでこのトンネルの中にピン通します。これそうすると表面にピンが出ないんで、こう中側に入ってくれるんで、すごいおしゃれなコンパドールになります。ワックスはこの2つ使います。まあハード系のワックスとちょっとクリーミーな1,2 フリーキープ。実はブリーチしてるんで束感出にくいのと引っかかりやすいんで、ワックスつけるときに最初からピンでつけちゃう人とかいると思うんですけど、そうすると根元についてなくて立ちも悪いし、キープ力もないんで、しっかりスーパーサイヤ人のように上げちゃって、前髪はちょっと僕は残し気味で、中間から毛先にかけて最後残ったのでつけます。